されてるんですか。はい。今つながってるんですか。ちょうど。あ、今つながってたんですけど、接続が切れまして。バッテリーからも、バッテリーのハードディスクかな。そうですね、たぶん、あれですよ、外付けの分から、USB かなんかで持てるんでしょう。いやー、すごい。たぶん、こうでもしないと、もう多分今回は次ぐらいに終わりでしょう。そうですよね。それぐらいに電線で入れたんですけど、なんか乗り機会あったからどこかな。あと1回やっただけでもまあよしと。そうですね。あれですね、ロイはあんまり今持ってないじゃないですか。そうですね。なんかあの時の人気ぶりは何だったのかなって思ったら、僕も楽しいなって思うんですよね。仕事でなんか朝一動けるとかいうのがすごいありがたいんで、もうちょっと欲しいですよね。時代の流れ、三代になったら大阪から結構お客さん乗ってきてるんですか。何ですか。僕も東京と大阪から乗ってるんですけど、翌朝からは横浜から東京に仕事できるかいうので、いや、らしいですよね。ああいう車両に置き換わって、そう、もう後ろもこれだけになっちゃったら一気に広瀬になるんですよ。はい、ちょうど今桜がいい時ですよ。でもあまり地元っていうかないんですよ。テキストがいるからと思って、でもこれが最後かなと思って。そう、確かに。なのでこの広瀬に降りてるんですけど、今回は森まで乗ってちゃんと見届けてから帰ろうかなと。まあ、この調子だと多分もう団体用に置いといた方が分かるでしょうね、多分。ああ、そうだな。まあ、アクテゴノアも今まであの一番後ろがレディースやったんで、そうっすよね。で、なんか出たんですね。今まで結構あの女子で好きな人をそそのかして出ないとか言って見てたんですけど、いやいやと、いやだって、まあそりゃそうでしょ。
とそんなに良くない季節なんですよ。Thank you.